you ready for phase one? どうも皆さん、こんばんにちは、麻生です。今日はこれから辰巳杯という試合に参加しに行ってきます。アジア選手権前最後にフィンを履いて実践的なレースができる最後の機会になりますので、ある程度ね、納得できる泳ぎができればいいなと思います。では頑張っていきましょう。スタート練習1回できればいいくらいかな。めちゃめちゃ人並んでる。まあこれ毎度のことなんですけど、サクッといきましょう。 50m 自由形終了、23秒38大会新記録です。袋と盾をトロフィーですね、もらいました。今日のメインは 50m B フィンなので、あとリレー1回やった後フィンの練習をやってB フィンの本レースやっていきたいと思います。トモキ君はどうだったの？ダメでした。暇なおじさんに負けました。暇なおじさんに勝てませんでした。暇なおじさんいいよね。これなんか映えるね。映える。暇なおじさんで出てるのになぜかタックス。持ってんのになぜかこっち来てる。僕も暇おじT買えばよかったな。麻生君、あとアジア終わったら、あ、トマスだっけ、アジア終わったら日本淡水路出て、そっからトマスでフィニッシュ。あ、だからアジアの時の土曜日にここ辰巳、はいはいはい、周期で鈴鹿で、であともう一本もしかしたら予告のサブとかのやつで行くかも。おお、年末のやつ。午前中の感じはどうだったんですか、柿澤さん、今日の。え、今日の午前中。どうしようもないね、今ね。水泳できない。なんだろうね。練習そんなに遅くないんだけどね。練習のタイム超早いよね。練習できるけど、試合できない。まあ、まあ、バッキバキの筋肉質だけど。今日あ、まあ、2日前のパーソナルやって、もう超絶痛いけど、ハムがもう本当やばい。ああ、わかる。スタート構えるときに、いててててなるんですよ。だから多分足が浮いてないんだと思うよ。もう沈んじゃってるんだもん、引き上げられなくて。どっちも練習のタイムぐらいだもんね。やばいね、それはやばいもん。こんな遅くなるからとか言いながら、僕も B フィンのタイム練習と同じぐらいだったらちょっとへこむな。あ、もうテープは解消してんの？いや、今週からちょびっとずつ。あ、うん、昨日、おとといか、昨日はちょっと泳げなかったから、うん、昨日はかなり軽めに。B フィンも終わりました。結果は19秒62、これはベストプラス 0.07 秒ですね。まあ、これからピーキング入っていくんで、まあ、仕上がりとしてはいい感じかなと思います。2個目のトロフィーももらいました。まずまずだったんじゃないかな。この調子で残り2週間ちょい、もう1段階上げられるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけで全日程終了です。最後の辰巳杯。そうなの？もう辰巳なくなっちゃうから。確かに、あっちいいな。最後の辰巳杯だよ。もう YouTube やってます。暇なおじさんもちゃんとチャンネル登録してあげてください。暇なんで。お疲れみんな。お疲れ様です。お疲れみんな。では飯です。飯です。ここからが
ここからしっかり調整してアジア選手権頑張っていきたいと思います。ではまたね。